こんばんは、東大阪新聞チャンネルの時間です。10月の第3週は私、東大阪新聞の社長がキャスターをして、務めます小野元裕でございます。今夜は米丸淳二さんをお招きしまして、テーマは快眠ポールで睡眠の不安解消というお話をします。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、米丸さんのとこはね、はい、しばしば通ってまして、実はほぐれ亭やひょうたん山店っていうね、マッサージのね、お店の店長なんで、ね、はい、例えば頭痛持ちで、米丸さんは、米丸店長は、まあ、ヘッドマッサージのね、プロなんですね。そのしんどい時は行ったらね、気持ちよくね、ありがとうございます。で、実は東大阪新聞がね、よいどんで出た時に一緒に出ていただいたので、ありがとうございます。写真持ってきたんですよ。そうですか。お、懐かしいですね。あ、そうそうそう、これ写ります。あの社長とこの綺麗な奥様、あ、歌手ですよね。ありがとうございます。あ、この前あ配信あ見ました。ああ、そう、喜んでました。ショールームなんか言って名前言ってくださってありがとうございます、はい、ありがとうございます。これ出ます、用意の。ほんで、明日の有名人も認定していただきまして、あ、そうそう、明日の有名人ですね。これがこれって行ったらね、お店にぐわもういっぱい貼ってね、あの東大阪新聞だらけなんだり、めちゃめちゃ嬉しかったですね。いや、もう的場浩司さんがパクってるんじゃないかと、パクリじゃないかということに言ってましたが、いやいや、あの小野社長はですね、オマージュですと、あのこれこの名言こうやって出てましてですね。で、僕もですね、その明日の有名人の一人ということで、あの10秒ぐらいこう、そう10秒ぐらいさせてもらった。ありがとうございます。あの僕もずっとあのテレビに出るのめちゃめちゃ夢でしてね。ずっとこう楽しみにして、やっと10秒、ほんで10秒だけどすごい反響、10秒だけどありましてね。あったでしょ。あったんです、もうびっくりしましたね。電話あったでしょ。電話ありました、うん、だからこの、あの本当にありがとうございました。いや、本当ね、このひょうたん山店、あのほぐれて屋っていうのはね、まあ各地にあるんですけども、ひょうたん山店行ったら入り口にも東大阪新聞がベタ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 貼ってるんでね、もうものすごい私はもう嬉しくてね、それだけでもなんか疲れが取れるというまあお店ですね。これ僕ずっと営業オープンしてます、平成30年。あ、そうですね、営業明日の。これもうずっと営業オープンしてますよ。で、これをベタ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 ってるね、大きく大きくね。今回もありがとうございます、はい、取材していただきまして、快眠ポールというのですね。そうですね、今回は実は、快眠ポールっていうね、ものを先日行きましてね、この社長、新しいものを開発しましたと。何ですかと、その快眠ポールですよということで、で私も早速ね、一ついただきまして、家で、この上に寝る前に寝転がったらね、快眠できましたよ。よかったです。すっきり。まあそのちょっとメカニズムを教えてください。これなんです。まあ、あの皆さん知ってはると思うんですけど、ストレッチポールっていうのがよくもうだいぶ数十年前からもう浸透してると思うんですけど、それをですね、睡眠を改善するためによりうちの、チームが開発しました、あのオリジナル商品で、睡眠を良くするためのに特化したストレッチポール、快眠ポールなので、これが今ものすごく出てます。そうですね、好評、好評です。いただいてます。はい、お値段は、これ税込みで9900円。9900円で、9000円プラス税ですよね。そうです、そうです。はい、で普通 の、そのストレッチポールとどう違うか、ね、ちょっとお話しそうですね。いいですか。はい、これあの僕もストレッチポールずっと使ってましてね、あの僕もみのほぐれてる前がスポーツ用品店で働いてまして、あ、そうですか。その時にあのストレッチポールを扱ってまして、僕ももう15、6年前からストレッチポールの愛用させてもらってるんですけど、あのこれ見てもらったら、ストレッチポールってあのこういう硬さが硬い材質を使って、まあ、これが一番筋肉にいい刺激があって、
まあ、アスリートの方とか筋肉つらい方は効果的なんですけど、まあ、睡眠を良くするためにより良くするにはどうしたらいいかということで、開発しましたのがこの快眠ポールなんですけど、見てもらって分かりますように、こっちは硬い面で、こっちはですね柔らかい面を使ってましてね、まあ、エバ樹脂っていうんですかね、今赤ちゃんに優しいというその柔らかい樹脂を使ってます。この上で乗ることで、まあ、痛すぎない心地いい刺激を、受けて、寝る前にしてもらうとさらに快眠につながるという、まあ、なんか肩こり、猫背、腰痛、むくみにね、はい、いいんですね。はい、はい、コーナーもちょっと作ってきたんで、まあ、フリップね、フリップ、これ言ってテレビでやってみたかったの、それずっとやってみたかったので、まさかできると思う、まあ、テレビでないか、YouTube だけど、まあまあ、でも東大阪新聞テレビですから、ね、表まで映りますか、やってみたかったの、それは、表まで、まあ、ほぐれてや、ほぐれてや、ひょうたん山店、ね、そうです。ほぐれてやは他にどこにありますか。羽曳の伊賀店、羽曳の伊賀店、ひょうたん山店、ひょうたん山店と、今、2店舗でやってます。この前ね、羽曳のも私行ってきたんですよ。あ、そうですか。ね、ありがとうございます。はい、で、ポイント、カード見せたらね、はい、共通ですと。あ、そうですか。どうですか、私、ポイントカード忘れてます。あ、そうや。そう忘れてたでしょ。預かってます。そうでしょ。預かってます。よかった。そうそう。この前からね、ポイントカードどこ、はい、あれどこかないなので、この前、はい、持って帰るの忘れましたね。僕が興奮しすぎて、はい、私忘れました。すみません。預かってます。私が行ってますんで。ありがとうございます。ほんで、まあ、快眠ポールでですね、こう、はい、まあ、体が、まあ、整うというふうに表現させてもらってますけど、整うんですね。整う。まあ、最近、整うってよく聞くと思う。そうですね。聞きません？サウナで整うとか、あんな感じで。心を整えるとかね、そういう本が出てますよね。あ、うん、あ、まあ、整うって、割とキーワードですね。キーワードですね。ほんで、まあ、快眠ポールで整うっていう、まあ、僕もこれよく使わせてもらってるんですけど、本当に体が整うって感じで、やってみましょうか。あ、まあ、まあ、実際ね、体を整えていく、はい、これだから皆さん、まあ、いろんな使い方が あるんですけど、例えば、筋膜リリースとか、体幹トレーニングとかもうやる使い方は無数にあるんですけどね、今お勧めしているのはこう縦に乗る、背骨に沿わせて縦に乗るやり方をやってましてね、まあ、これ基本的な乗り方なんですけど、まあ、お尻をこの端に置いてもらって、頭が落ちないように背骨に沿わせて乗ってもらうと。これ映ってますかね、これ。こんな感じでいきます。これが基本姿勢なんですけど、もうこれだけで力抜いて乗るだけで今、重力の力によってですね、自然と無理なく肩甲骨周りとか背骨周りの筋肉今ほぐれているんですよ。いかに力抜いて乗るかが大事ですね。これ背中、硬い方はこう乗るのも結構大変だと思います。安定する、そう、私ね、これ乗るまでが大変でしたよ。横のなんか、あれ柵にしがみついて乗りました。そうそう、乗るのも大変だと思うんですよね。でもこの丸い棒に最初誰が乗ったのか、本当にでもこの乗ることで体がほぐれる、整うって、もう乗った人にノーベル賞あげたいぐらいなんですよね。これなるほど。これうまいことな、まあ、もうね、20年ぐらいストレッチポールって浸透してると思うんですけど、うん、まあ、これ今僕見てもらったら柔らかい目に乗ってますよね、うん、でおすすめしてるのが左右ゆらゆら運動って言いましてね、まあ、足安定させまして背骨周りの筋肉をボールに密着させて、そのまま左右にコロコロとこういう感じでほぐしてほしいんですよ。ちょっと揺れてますよね。これはい、まあ、これ普通のストレッチボールでも皆さんしてもらってると思うんですけど、普通のストレッチボールだとまあ刺激が割と強めですので、まあ、昼間とか別に筋肉ほぐすにはいいんですけど、今これお勧めしてるのはこれ夜寝る前ですね、寝る前に5分ぐらいゆらゆらとすることで、まあ、痛すぎない気持ちいい刺激が伝わりますので、まあ、交感神経じゃなくて副交感神経の方がですねちょっと優位になりますね、リラックスモードに入ります。で、まあ、僕も睡眠健康指導士っていう資格を持ってるんですけど、睡眠健康指導士、はい、やっぱりこのリズムからの運動が睡眠に心地よくつながるということが分かってますし、まあ、特に不眠症の方などはこの寝る前にこれを毎日することで
脳が今から寝ますよって覚えていくんですよ。ああ、そうなんです。なるほどね。あ、今から私寝るねんなっていうのをですね、うん、覚えていきますので、まあ、不眠症の方も今お勧めしてるんですよ。特に寝る前にもう5分ぐらいでいいですので、うんうん、あんまり長く伸びすぎると筋肉しんどくなってきますので、うん、5分程度こうゆらゆら、ね、気持ちいい感じで、これを今左右ゆらゆら運動を、まあ、不眠症の方とか夜寝れない人をお勧めします。あとはもうやり方こう肩甲骨、それちょっと上級者ですね。あ、まあ上級者のやつですね。あの床磨き運動ですね、こう肩甲骨をこう回したり、あと前習い運動で肩甲骨でボール掴んだりとかね。あとはもうこのまま上向きの平泳ぎ運動ですね。こう肩甲骨をしっかり力抜いて動かすだけで、でちょっと足を、まあ、こうできたらこう大の字になって、僕は結構しんどい時はパッとこう大の字になって、この辺の筋肉もいかに力抜いて乗るのがポイントですので、うん、なかなか硬い方はね、こう乗るのも大変ですし、結構乗るのも難しいですね。硬い方はあの無理してこの URL も多分なかなか大変だと思うので、まずは乗ることからやっていただいて、あとはもういろいろねやり方はもう無数になるんですけど、基本はこれをやっていただくと寝る前に快眠につながりますの で、 で今あの感染症とかありますけど、睡眠が免疫力を上げることがねよく言われてると思う、皆さんご存知だと思うんですけど、しっかり睡眠とっていただいて、いい睡眠とるためにもですね、ちょっと快眠ポールを今、一家に一本おすすめということで、今、オブレターではおすすめしております。で、降りるときに、こう、肩や肩、頭を打たないように、ごろんと、こっちに行くかな、ごろんとこう、倒れるように、こういうふうに打っていただいたほうが。ああ、なるほど。頭で打たないようにね、気をつけていただいて。こう、起き上がったからね。そうです。起き上がらない、ごろんとなってもらった。これね、意外にこうすごくいいんです。これもう柔らかいね、片面。これうちのこれよくできてますよね。そうそう、これあれですか、はい、今よく宣伝であって、卵の上に乗っても大丈夫。ありますね。よくあの素材ですか。あの素材とはちょっとまた違うと思います。あれはさらに吸収するような感じです、ね、なんかね、生卵をありますね、お尻に引いても、ね、潰れてないとかね、ね、うん、それとは違います。まあ、それでも、まあ、だいぶ柔らかい素材、耐久性も優れてる素材使ってますので、これはですね、ちょっと、次のフリップに。あ、もうですね、こんな感じで、肩こり、猫背、腰痛のね。この、肩こりって猫で分かるんですけど、むくみもいいんですか。むくみもいいです。これね、いろんなやり方がありますけどね、この筋膜リリース、先ほど言いましたけど、足疲れた方とか、映れますかね、こういう、おー、例えばふくらはぎとかですね、こういう、あ、映ってるかな、こういうふくらはぎ、あ、で、それは、そのやり方までやってたことないな。ちょっと手使いますけど、ふくらはぎはこういう感じでこうしてもいいし、太もも裏なんかをちょっと手で張りますけど、僕も、ちょっとランニングしたりするんで、走った時、後とか筋肉、肩こりの内側がちょっともう肩こりの内側の感じで、むくみがこれで、まあ、米丸店長、あれですね、有名な、ね、大阪マラソン、大阪マラソン、ね、参加してもらってまして、そうですね、で僕も大阪マラソン頑張りすぎて、膝痛めまして、はい、この辺筋肉硬くなってるんで、あ、そうですか、それをこれでほぐしたりしてます。そういう風にして使うんですね。いろいろありますのでね、使い方。なるほど。今の、まあ、縦乗りは基本ですけど、いろんな使い方できます。はい、でそれでむくみを取るということですね。むくみを取ります。はい。はい、だから、まあ、肩こり、猫背、腰痛、むくみということで、はい、ですね。あ、これだから今、赤ちゃんにも、赤ちゃんの玩具にも使用されるエバ樹脂というのを使ってますので。赤ちゃんの玩具にも使われる。耐久性も優れてますので、まあ、今いろんなところに使われる素材ですけどね、うまいことこれを作ってくれますので、ほんで、あ、そうか、これで今ダブルコア構造、快眠ポールしかないダブルコア構造、2つの硬さで、あ、左右に揺れる感覚は副交感神経を刺激して眠りのリラックスできます。なるほど。要は、副交感神経をこう、優位させる。優位させるね。
あの硬めのストレッチ、まあ、寝る前にストレッチをされる方多いんですけどね、あんまり刺激が強いと交感神経逆に高まってしまって、うん、ちょっと逆に目が覚めるという効果があるなるほど、まあ、それでこの柔らかい素材を使ってますので、ね、あのまあ、いつ使うともらってるんですけど、夜寝る前にはこの柔らかい面で、昼間ちょっともうちょっとしっかり刺激したいときは硬い面で。そうか、硬い面にすることもできるね。そうです、硬い面だから僕なんかは正直いつも硬い面やってもらったり、うん、あのしたりしてます。筋肉が残すときだけは硬い面使うとね、しないで二役って感じですね、うん、はい。なんかテレビショッピング、テレビショッピングになってますかね。タカタッ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 、そうですね、タカタッ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 、なんかこんな感じで、ほんで今これね、あ、これですね、あのこれね、うち、これね、なんで揉みほぐしてんだ、こんなん作ったんで、まあ、揉みほぐし、うちのね、薬膳師の揉みほぐし店が作ったというよりも、うち、あの、入ってるグループがありますね、ホルソグループっていうグループの一つ、医療グループなんですよね。あの、ほんで、開発したのは、整形外科の先生とか、睡眠健康指導士の上級資格を持った、うちの社長ですけどね、まあ、とか、あと整体師さん、鍼灸師さん、院長先生とかが、そういう方が開発したんで、まあ、僕が作ったんじゃないんですけど、あのこの医療チームオルソグループという中の一つのリラクゼーション部門が僕らのホグレーターって感じで、開発したのはこの先生たちが作りました。で、要はだから医学的に、ね、あの医学的なあの知識に基づいて作ってるね。あ、そうですそうです。だから僕もストレッチポール開発するって聞いて、なんか何年前かな、3、4年前ですかね、わーってめちゃめちゃ喜んでたんですけど、なかなか時間結構かけてあって、なかなかできんなって待ってましてね、やっと2年前にできて、あの今、好評いただいてる感じですかね。あ、だからこのうちの整形外科のリハビリでも今使ってます、ね、なるほど、病院でも 使ってます、はい。まあ、収束グループ、いろいろあるんで、あのピラティススタジオってあるんですよ。あの社長行ってもらった、はいはい、あ本町の頭ほぐし、あそこ行きましたよ。いますね。本町駅からね、ちょっ と歩いて、2分ぐらい。2分ぐらいのね、そうです。綺麗なところですね、あそこね。あそこにその睡眠に特化したリラクゼーションサロンで、うん、頭ほぐしサロン睡眠ってある。その上にピラティススタジオ。前からあったんですか。あ、これ最、まあ、ちょっと前ですね、新しい。できまして、はい、そういう子でも使ってるってことですね。うちのグループですけども、はい、って感じですかね。あそこの睡眠は、あそこはあの頭ほぐしだけでしたね。あ、頭ほぐしが、まあ、メインなんですけど、あの体もほぐします。あ、体もあれありましたか。体もほぐします。そうですか。メインは頭ほぐし。そうですね。でその上にエラーチスタジオ、その上にあのスリープクリニックの今、あ、うちのグループの病院ができてまして、スリープクリニックやってるんですか。町メディカルクリニック、大阪本町メディカルクリニックあっていうのかな、内科と睡眠科があります。睡眠を結構専門にしてますので。そうか、それを皆さんね、はい、今あの睡眠で、はい、あの悩んでる方多いんですね。で本も要素出てましてね、スタンフォード式、あ、ありがとうございます。それも読みました、ね、あの有名ですね今ね、ね、ああいうのでこういかにこう睡眠を取るかっていうのは ね、あの病気にならない体だとかね、はい、免疫力を上げるにはやっぱり睡眠しっかりとっていただいて、うん、で不眠で悩んでる方が多いので、もう本当に不眠で困ってる方はちょっとメディカルクリニックを受診してもらった方がいいと思います。そこを受診した上で、こういうあのピラティスをやったり、あの頭ほぐしをやったり、はい、あのもみほぐしをやったりするので、ね、でメンテナンスしていただいて、本当に困ってる方はちょっと治療していただいて、あのちょっとあのオルソグループちょっと紹介させてもらってもいいですか。ぜひぜひぜひ。医療グループですね、はい、ちょっとあのカメラに向かってどうぞ。カメラに向かって、まあこれね、ちょっとあの色あのオルソグループってこういう医療メディカルチームなんですよ。で、まあいろんなチーム、ちょっと前、まあ、パンフレットですけど、あのまあいろんなチームで構成されてましたね。で、僕らのチームは、睡眠をに睡眠を改善しようというチームで、まあ、もみほぐし店とか、あと、接骨院とか、そんなのもあります。あのうちのグループ内には、あの介護施設とかデイサービスとかあります。今そこ、そこまでやってるんですか。やってます。で、あの、飲食関係ですね。はい、栄養部門として飲食関係、イタリアンのあの、ジョカーレというお店もありますし、
あれスポーツジムもあります、運動療法と。そうですか、はい、どこでスポーツジムとイタリアしてるんですか。イタリアね、西成区ですね、スポーツジム、はい、で、イタリアはどこですか。イタリアも西成区でやったと思います。あ、なるほど。で、24時間ジムも茨城市にありまして、あと最近はキックボクシングジム出てきたんですよ。あ、そうですか。キックボク、心斎橋にキックボクシングジム 3K というね、 K1 の近藤兄弟、近藤選手の兄弟をサポートする、うん、まあ一般の方もできるんですけど、ね、そういういろいろしてましたね。ものすごいあれ、関係してるんですね。僕がでもちょっと想像できないぐらいいろいろ広がってまして、まあ、その中のうちのチームということで、まあいろいろアドバイスを受けたりなんかそのオスログループの中に、はい、もみほぐし屋があるんですね。そうです、中の一つとしてリラクゼーションリラクゼーションもみほぐしてもみほぐし屋の、氷田山ホテル、はい、なるほど、はい、だんだん分かってきましたね、はい、だから僕らが作ったよりもそういう先生たち、どこだったら自分開発した方がいいです、はい、この前ね、聞いてました、以前こうものすごく広めてまして、一時止まってたんですね。あ、そうで、その、はい、このコロナでまた動き出したという、そうそのあたりちょっとお話しください。最初生産したものがですね、うん、まあちょっとかなり売れてしまいまして、うん、それ何年前ぐらいにしたのかな。生産入荷待ちが今年5月ぐらいまでちょっと入荷待ちやって入ってきてなかったんですか。で、まあコロナもあってちょっとこれ必要やってるんで、うん、世の中に広めていくことで、ちょっと今赤色生産をおすすめしてるって感じです、ね。なるほどね。まあ家でいましたら、まあ運動不足というのがね、そうですね、まあものすごく問題になってまして、はい、コロナ太りとかね、ありますね。ね、はい、そういうことで、どうしてもこう体がなまってしまうということですね。はい、これだったらこう気軽にできますよね、家で。そうです、気軽にやっていただいて。うん、ピラティスってどうやって使うんですか。あとね、こういう感じで筋膜、僕もちょっと ちょっとしっかり見たことはないんですけど、こんな感じ使われると、お尻に当てる、お尻に当てたりします。はい、なるほどね。お尻分の筋肉をほぐしたりとか、まあストレッチポールと使いますので。はい、なるほど。で、まあ少しちょっと変わるんですけども、はい、実はまあ米丸店長は落語家ではないんですね。最初ね、お会いしたら、落語家の師匠かなと思ってましたね、我々ね。ではない。桂米丸さんです ね、 ですね。とはまた関係ありません。また関係ない。似てるだけですね。はい、桂米丸さんとはではない。そうなんですよ。はい、よくやりますけど。はい、しかし、別の特技があるんで、はい、走る特技がある。あ、走る特技。そのあたりちょっと。走る特技ですか。はい、そうですか、走ること。あ、それはちょっと、想定してなかったですけど、はい、想定してないことを東大阪新聞チャンネルでは聞くこと、ね、走るのが、まあ、陸上をやってましてね、でもうちょっと走ってなかったんですけど、3年ぐらい前から走り始めまして、3年神戸マラソン、初マラソン走りまして、その後大阪マラソン2年連続で当選したのでってことで、まあ、大阪マラソンにとても走りたくて、練習して走りましたと。アスリートなんですね。アスリートでもないんですけど、まあね、ちょっと、走りたくなりましてね。ただ頑張りすぎて膝周りがね、ちょっと筋肉を硬くなりましたんで、だから皆さんもやっぱり、しっかり練習して、ジョギングぐらいはいいんですけど、だってマラソンに出るとなったらしっかり練習と体を基礎体力つけてから、ね、マラソンに出るにはいいかなというのを今、教訓しています。でも、まあ、まだもう今ちょっと治りかけてますので。そうですか。これで告知だから。ああ、また体が固まった時もこの、快眠ポールで治せるということですね。で、そろそろその、ほぐれて屋の PR に、ね、はい、ありますけども、はい、ほぐれて屋の店のね、ちょっとご紹介をしていただきたい。あ、そうですか。あ、そうですね。ほぐれて屋、感じで、ここでやって、氷田山にある結構派手なね、お店ですよね。外館ね。あ、外館沿いで、はい、はい、昔は関西スーパーがありましたけども、そうですね、今関西スーパーが、
ど、あれは工事中ですかね。取り壊しが今あのあマンション建設中で、そうなんですよ。15階建てのマンションが、俺たちの隣に今出来ようとしてます、はい、そこのマンションのほうなら住人いっぱい来ますね。そうですね、たくさん人がね集まると思うんで、ね、僕らもちょっと頑張っていかなあかんなと思います。はい、まあ、リラクゼーション前にも車は止められますしね、車両もありますので、はい、で、まあ、特徴としてはどういう特徴がありますか。特徴ですね、まあ、全身もみほぐしだけじゃなくて、例えばアシストコース、ストレッチコース、うん、それから先ほど本町の頭ほぐしのメニューもしてますので、まあ、できるだけこう睡眠にも特化したもみほぐし店って感じですね。睡眠をよくしたもみほぐし店だけで今みんなで頑張ってます。本当にね、よりまる店長は私ね、悟空の、なんだかな、悟空の気持ち、悟空の気持ちが、京都の市場にできたね、はい、その時に行ったんですよ。あ、そうですか。あれ何年前かな、面白いとこあるなと思って、はい、でみるみる人気が出て、はい、ナンバリもできてね、はい、でしかも何人待ちとかなってね。そうですね、今で、取材もしたことがあってね。あ、そうですか。でしばらくしまして、はい、氷炭山でね、頭もほぐしを見てね、でお伺いしたんです。ありがとうございます。そしたら、悟空の、気持ちに劣るとも、勝るね、はい、劣らないんです。勝るとも劣らない、はい、勝るとも劣らないんです。ちょっと逆になりましたね。勝るとも劣らない腕の持ち主です。うちの、ね、社長も睡眠健康指導士なんですけどね、はいはい、ほんまに、まあ、今いろんな企業さんとかにセミナーに行ってます。あ、睡眠についての。そうですか。いろいろ呼ばれて、各地に回ってあるんですけど、だから睡眠に関してはもう本当にいろんな先生方の意見を聞きながら、より専門的な感じで、だから本町の頭ほぐしさんの睡眠も、はいはい、ほんまに睡眠に特化した、もうもの細かいところまでこだわってるお店です。で、米村店長もそこでやっぱり研修して受けてるんでね。はい、だからもうそこがね、マスコミですごい話題になって、いろいろ取材に来合って、ほんで、その中で僕も研修に行って、勉強して、ほんで、うちのオブレーターでもできるようになったって感じで。なるほど。研修を。他の写真もいろいろある。写真、ぜひ。研究員賞にが、6年前に県民賞にも出たと。県民賞にね、6年前出たんですけど、これが大失敗しましたね、本当に。そうですか。県民賞の方がなんか大阪にダジャレのお店が多い特集をしたいということで、うん、ほんでうちがほぐれてあげ、ほぐれてやってあるから、ああなるほどなるほど、これちょっと取材させてくれませんかってことで来ましてね、はい、ただいろんな店回るんで、看板だけ取らせてくださいって言って、あ、そうですか、すぐ行くんで言われたんですけど、僕もどうしても出たくて、インタビューしてくださいってめっちゃお願いしてですね、インタビューしていただいたんですけど、ちょっとだいぶ緊張したのか、とっちらかってしまってですね、これはダジャレですよねって言うから、いや、ダジャレじゃないですよ、ありません、ダジャレじゃありません、千田光雄ですわみたいなこと言ったんですよ。それ面白いですね。いや、僕もとっちらかってね、面白いじゃないですか。わけわからんこと出てしまって、ほんで、いや、もう普通で言ってくださいって言われたんで、普通で言ってくださいって言うから、逆にもっと言わなかなと思って、また変なダジャレを言ってしまって、めっちゃシーンとなってしまった。っていう、ほんで、全カットになったんですよ、インタビュー。あ、そう。で、まあ、予定通り、看板だけ映ったんですよ。なるほど。そう、県民賞、映していただいて、看板だけ全国放送出ました。あ、別にこれいいかな、言ってもいいのね。いいじゃないですか。全国放送、看板と氷炭まで出ました。おめでとうございます。私は結構千田光雄のギャグしてるんですよ。いや、そんなことを言った覚え、まあ、内容はちょっとはっきり覚えてないんですけど、そんなどちらかと言ってしまって、もう今日はでもね、まとまった感じになってるんですよ。今日はそうですか、最高です。はい、スタッフ大爆笑ですよね。あ、なるほど。スタッフはでもテレビ局の方はすごいシーンとしてしまってですね、もうそのリベンジが今日したくてですね、もう十分リベンジしました。本日は、米丸淳二さんに来ていただきまして、はいはい、快眠ポールで睡眠の不安解消というお話をしていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。これが、終わったかな。ああ、最後見せてください。スタッフ
募集してます、はい、ではあの今めっちゃ忙しくて、はい、ここでじゃあのスタッフ募集します。そして、これかな、お客様も募集です、はい、お客様も来てください。